アドミラルシェアは、ドイツ海軍のドイッチュラント急走甲艦の2番艦で、竣工時は装甲艦であったが後に従順洋艦へ類別変更された。他国ではポケット戦艦として紹介された。艦名は第一次世界大戦のドイツ、太陽艦隊司令長官、ラインハルトシェアにちなむ、アドミラルシェアやアドミラルシェアとも表記する。なお、 ドイツ語の発音に従えば、本来はアドミラールシェイヤと表記すべきだが、日本では英語読みのアドミラルで呼ばれるのが一般的である。第二次世界大戦中には、テオドールクランケ艦長の指揮下で通称破壊戦に従事し、最大の戦果を挙げた水上艦艇であった。右舷から撮影された本館。横から見ると、前後幅のない環境形状が特徴的である。 1931年にビルヘルム・ソハーフェンの造船所で寄港された。ビルヘルム・マルシャルを艦長に迎え、1934年に就役した。スペイン内戦時にスペインに在留するドイツ人を国外に避難させるため、最初の任務は1936年から始まり、1938年6月末までに、シェーアは8回にわたってスペインに派遣された。 1936年7月23日にアドミラルシェアは姉妹艦ドイッチュラントと共にスペインへ派遣されフランシスコ・フランコの率いる反政府軍にドイツから武器を輸送する船舶を護衛した。また国際連携部隊として人民戦線政府側に補給品を供給しているソ連戦を調査した。第4回目の派遣時。 1937年5月29日、ドイッチュラントがイビサ島沖で人民戦線政府側の航空攻撃を受けて死者31名を出した。その報復として2日後の1937年5月31日にアドミラルシェアは人民戦線政府側の戦艦の停泊するアルメリア港を砲撃した。第二次世界大戦開戦後の1939年9月4日。 アドミラルシェアは、ビルヘルムスハーフェンにて、イギリス軍の爆撃機、ブレニム5機による爆撃を受け、500ポンド爆弾3発が命中したが、いずれも爆発しなかった。イギリス軍は1機を失った。続いて、第2波のブレニム5機が来襲したが、ドイツ軍は4機を撃墜した。ただ、そのうちの1機が軽巡洋艦 M 電に衝突し、M 電で被害が生じた。姉妹艦が、 通称破壊のため出撃した頃、シェアはオーバーホールを実施した。1940年の初期にシェアは司令塔の改装を行い、艦首を装甲艦から従順洋艦に変更された。1940年4月のノルウェー進行作戦、ベーザー演習作戦時には改装中であったため、参加していない。修理、改装を終えたアドミラルシェアは、バルト海での訓練などの後、 1940年10月には、通称破壊船への出撃の準備を終えた。まず補給船ノルドマルクが10月20日に先発し、10月24日にアドミラルシェイヤモバルト海のゴーテンハーフェンを出発し、ブルンスビュッテルへ移動。10月27日にブルンスビュッテルを出発し、スタバンゲル経由で北上した。そして10月31日、11月1日に、 イギリスに発見されずにデンマーク海峡を通って大西洋に進出した。アドミラルシェアはまず HX 船団の航路へと向かった。11月5日、アドミラルシェアは搭載機が発見した HX84 船団攻撃に向かった。その途中でまずイギリス船もパンを沈めた。37隻からなる船団は補助巡洋艦。 ジャービス米が護衛しており、その反撃により、船団の船に逃走する時間を与えたため、アドミラルシェイヤが沈めたのは、ジャービス米の他は、マイダーン、トレウェラード、カンベインヘッド、ビーバーフォード、フレズノシティの5隻に留まった。ジャービス米からの報告により、イギリス軍はアドミラルシェイヤ捜索を開始し、後続の HX 船団は引き換えさせられた。この襲撃は、 イギリス海軍省の方針に影響を与え、以降、大船団は戦艦に護衛された。補給艦ノルトマルク。HX84 船団、攻撃後アドミラルシェアは南下し、11月12日にタンカーユーロフェルドと出会い、11月16日にはノルトマルクと合流して補給を受けた。クランケはアンティルアゾレスルートで作戦することを決めて西へ向かい、 11月24日にポートホバートを沈めたが、この船が発した信号により位置が露見したため別の海域へ移ることになった。東へ向かい、イギリスベルで三崎諸島ルートへ移ったアドミラルシェアは12月1日にトライブズマンを沈めたが、その船長などを乗せたボートが消え去り、彼らがすぐに救助されるとアドミラルシェアの位置が 明らかにされることから再び西へ去ることになった。12月14日にノルトマルクと再び合流して補給を受けるとアドミラルシェアはベルデミサキ諸島フリータウンルートへ向かい12月18日に冷凍肉や卵を積んだデュケサを打破した。シェアは1940年のクリスマスを中部大西洋に位置するトリスタンダクーニャを奇数百マイルで過ごし、 1941年2月からは、インド洋に進出し、仮想巡洋艦アトランティスと合流している。インド洋では2隻を打破したが、2隻目が発した、救難信号で、イギリスの巡洋艦が呼び寄せられ、インド洋での最後の成果となってしまった。シェアは包囲の輪の閉じないうちに、希望峰を周り大西洋に逃れた。その後補給を受けたシェアは北に向かい、 3月27日にデンマーク海峡を抜けて3月30日にノルウェーのグリムスタフィオルドに投病。そして翌4月1日にキールに帰還した。この出撃でシェアは6000回以上を航海し、ジャービスベート16隻の商船、合計で9959トンを撃沈、または打破した。整備を終えたアドミラルシェアは1941年9月から、 バルト海艦隊に所属した。1941年9月4日、アドミラルシェアは、シュビーネ・ミュンデを出港し、カテガット海峡で、完熟航海を行った。その際に、オスロに寄港したアドミラルシェアを、B、B-17 爆撃機が攻撃しようとしたが、失敗に終わった。9月23日、アドミラルシェアは、戦艦、ティルピッツ、軽巡洋艦ケルン、 ニュルンベルク駆逐艦 Z25、Z26、Z27、水雷艇 T2、T5、T7、T11 と共にソ連艦隊出撃阻止のためシュビーネミュンでからオーランド海へ出撃した。だがソ連艦隊は空軍の攻撃により撃破されたため艦隊は引き上げた。1942年にノルウェーで取られたアドミラルシェア。 上側の従順洋艦は、プリンツオイゲン1942年2月21日、アドミラルシェアは、従順洋艦プリンツオイゲン、駆逐艦5隻と共に、ブルンスビュッテルを出港して、ノルウェーへ進出した。5月9日から10日に、アドミラルシェアは、水雷艇、T5、T7 と、タンカーに止まる支援を伴って、トロンハイムからなるビくへと移動した。同年7月2日、 リュッツオウと p q 十7戦団攻撃のため出撃したが戦団が襲撃を察知して逃走を図ったためシェイヤとリュッツオウは引き返した8月16日アドミラルシェアはナルビクからカラカイでの通称破壊に出撃したこれはブンダーラント作戦という作戦中アドミラルシェアは8月25日にはゼラニア岬を砲撃し同日ソ連の再評判 アレクサンダー・シビリャコフを沈め、8月27日には、ビクソンを攻撃して8月30日に、ナルビクに帰還した。1945年に、キールで取られたアドミラルシェア。横転沈没したアドミラルシェア。バレンツ海海戦での海軍の対応に激怒したヒトラーは、水上艦隊の解体を宣言した。そのため、ドイツ海軍総司令官。 エイリッヒレーダーは辞職したが、公認の U ボート船の司令官であったカール・デー・ニッツも水上艦艇の存在の重要性を解きヒトラーの命令を事実上撤回させた。しかし、乏しくなった資源は水上艦艇より潜水艦の建造や修理に割り当てられ、正海権も制空権もないドイツ水上艦隊には滅多に出撃する機会はなかった。 アドミラルシェアは1944年の周期にソルブ半島で退却中のドイツ陸軍を砲撃で支援し1945年の1月から2月を通して火力支援に従事した3月には方針交換のためキールに戻った1945年4月9日の夜300機以上のイギリス空軍機による爆撃を受けたシェアは造船所内で横転 沈没した。大部分の乗組員は陸上に移っていたが、32名が戦死した。戦後は造船所を埋めて駐車場を作るため、船体の上部を解体した。残った部分は瓦礫の元に埋まっている。ありがとうございます。